どうも、アロナナチです。というわけでね、最近編集する時間がないのでスマホを向けてねちょっと喋ってるんですけども、今日もまあ調子良かったですね。やっぱりね、乙姫たくさん食べてます。カーニバルはあんまり好きじゃないみたい食べるけどね。でちょっとね、残念なお知らせが、まあ、みんなも気づいてるかもしれないんですけど、目がねちょっと垂れ始め、5日目くらいかな、ちょっとね目がね、こっちの方がね少し垂れてきた感じかな。こっちもまあどうだろう、まあ、こっちは大丈夫かな。そう、なんか若干そのね、目のその青い部分というか上の多いなとか思ってたんだけど、ちょっとねこっちの方がね若干ね垂れ始めてきたかなっていう感じですね。こんくらいだったら全然いいんですけど、まあ本当全然いいんですけど、こっからねグイーンって垂れちゃうとね、ちょっとねなかなかね全てが完璧ってちょっと難しいですよね。なんか聞いた話では、なんかね昔ブログとか見てたら、その目がこうボタンみたいに均等にポッポッって出てるようなね、目がポッポッって出てるようなさ、丸ボタンみたいな感じで均等にグンって、ああいう感じは垂れない、垂れにくいって言いますよね。いやーちょっとね若干垂れてきたかなと思います。まあ理由としては、まあ婚営業のダトニオが下にいるとか、そういうのあるんじゃないかなっていうのももちろんあるし、あのテレビがあったんですよ。テレビが今ちょっと暗くてちょっとあれですけど、まあ、テレビがあって、このテレビちょっとまあ前出したんですけども、もっと後ろにあって、で低い位置にあるから、このテレビ日常普段ついてるから、それのせいかなっていうのもあったんで、ちょっとね塞ぎました。ここ黒く塞ぎました、塞ぎました。あとは考えられるとしては、こうやっぱりこうずっとね、今珍しくこうしましたけど、ずっとこっち回りでずっとこう回ってるんですよね。右回りでゆっくりと、で、まあ、向こうとってこうやって回ってて、そのこっち側、左目でこっち側見るから、まあ、そういうのもあるんじゃないかなっていうのと、これあるかな、これ下の方のコリドラスを見ているとか、隣の美味しそうだなとかあるかな。ここもだから敷居入れた方がいいかとかね、いろいろ対策ガバガバだったんですけども、まあでももう細かいことを気にし始めると、もう止まんなくなっちゃうんですよね、アロマって。すいません、カメラね固定しました。そうでね、まあしょうがないかなっていうとね、ちょっとね、まあ目垂れそうな感じはするなみたいな雰囲気はもうちょっと一番最初からあったんですけど、まあしょうがないかなっていう、まあやっぱミドルサイズを買うのが一番いいですね。といってもね、そうさっき言ったように、あのままね細かいこと気にしないで、もう気になっちゃって気になっちゃってしょうがなくて、じゃメタルしないように、じゃあ付随装全部塞ごうとかね、なんかあとはカラーボールを上に乗って、カラーボールをちょっと浮かせるぐらいだったら全然いいんですけど、あと上に餌を置いとくとかね、それぐらいだったらいいけど、なんかでもなんだろう、例えば、まあ、今は傷とかつかないから全然いいけど、まあ公演はする予定ないっすだろうな、で今のところアジアでね、アジアで公演する予定はないです。シルバーとかはね、そういうのを入れるかもしれないですけど、今そのメタル対策とかで、まあでもかす、なんだろう、まあ、普通に泳いでるからいいなとは思うんですけど、いや本当にアロマね気にし始めたらちょっともうやばいと思います。例えばまあ餌は食わないとかだったらね、めっちゃ特にもう多分、まあ、全然今食うからいいんですけど、例えばね、いろんな餌買っても食わないとか、昔その今飼ってるアロマな、今メイン水槽にいるアロアナ、昔若い頃もう餌全然食べなくて、一時期拒食っていうんですか、ワームは食わない、カエルはですね、ウキガエルとかツメガエルとか食わない、あとそれからじゃあザリガニ買ってとか、もうすんごい悩みながらって、めっちゃ金かかるじゃないですか、生き餌を買うってなかなかできないことじゃないですか。で超悩みましたね、まあ、今じゃ、ね、全然気にしないんですけどね。で、まあ、この子は比べても人工飼料食べるから全然いいんですよ。あとはそうですね、例えば、鱗が欠けたとか、なんだろうな、あとよく見るのは、あとそうだ、顎ずれ、エラめくれ、まあエラめくれとか顎ずれ、
どうなんですかね、あれ水槽の環境の問題が大きいんじゃないかなってよく見てて思うんですけど、ストレスとか、まあ、アゴゾリはちょっと成長が遅いととか聞くけど、エラメクレは嫌ですね。エラメクレは嫌ですね。ちょっと無理だな。アゴズレは許せる、ちょっとだったら全然大丈夫で、メタレもちょっとだったら全然許せる。ちょっとエラメクレはちょっと無理っすね。それ多分相当へこむとかそういうレベルじゃなくやばいと思う。あとはそうだな、ウロコかけも嫌ですね。やっぱりウロコかけどうなるとウロコかけ、ちなみにうちの金流はねサンゴを入れるとウロコがかけますので、サンゴ入れられないんですよ。大変です。ペーハー下がっちゃって、うち経営値1なんですよ。一気に、あの、急断すると一気に下がりますね。そうっすね。あとは、まあ、とにかく、アロマの飼育のことで、なんか気にし始めたら、もう本当ノイローゼになっちゃうんで、気にしないようにします。多分一番辛いのは餌食べないことかな。今のところ食べてるから大丈夫なんですけど。まあでも、やっぱりね、そんなにもう目垂れちゃったら立っちゃったり気にしないでいこうかなとか思ってますけどね。なんかどうだろう、赤くならなかったから悩むとかそういうこともなさそうだし、あと最近のアロワナってすごい赤いアロワナ多いっすよね、あの昔に比べて。なんかそう、昔からそのやっぱアロワナマニアさんって言ったらなんか行き着くのはなんか交流って感じなんですけど、まあ、自分最初から金流好きだったんですけど、でもやっぱそのマニアさんもやっぱりね、あの見てるとやっぱアロワナ何匹も結構買い直してるっていうのはいろんな人見てましたね。やっぱ一匹買っていきなりそれが赤くなるってかなり難しいことなんだなっていうのは感じてました。だからまあ何匹目かで当たるとか、まあ、一発目から当たる人もいるんかな、まあ、もちろんアロワナの素質もだけじゃなくね、飼育のテクニックとかいろいろ経験とかもその知識の水に合ってるとかもあるのかな、あるかいろいろ思うんですけども、まあね、どうなりますかねこのアロワナねと思って。ダトニオと、でもさ、ダトニオとコンウェイって昔からよく雑誌で見ますよね。昔の雑誌とか、まあ最近はもうプルケールいないですけど、昔の雑誌見たらもうプルケールだらけですよね、本当に。ホンダトニオね。でもホンダトニオは泳ぐからいいのか、いっぱい水槽を。このミクロリピスね、泳がないですからね、ほとんど。ほとんど泳がないですからね、そこがいけないのかな、やっぱり。もうあの左下にいる子なんて何やってんだって感じですからね。はい、というわけで、まあ、ね、ちょっと餌与えようかな。今日もね、サキヒカリ10粒以上は食ったのかな。サキヒカリはね、好きみたいです。なんか、さっきずっと水槽、あの、アロワナ回転方向変わったな。え、ずっと今までずっとこうだったんですよ。ずっとこっち向きだったの、右回りだったけど。ん？右回りっていうのかな？左回りしてました。メタリカっていう感じですかね。もうそんなに今、メタリックっていう感じは、ね、どうなん、まあ、普通の交流とはやっぱ違う感じなのかな。っていうか白水槽で今まで交流飼ってなかったかちょっと分かんないですね。いやーちかね、いろんなアロワナが欲しい。もう本当に、もう俺今昔、最近まで金流派だったけども最近もう交流派ですからね。もうみんなの、皆さんのそのネットとかで赤いアロワナの、赤いアロワナばっかりだと見てます最近は。でさ、あのやっぱ交流ってそのでかくなるじゃないですか、金流とかに比べて。金流とかでもあのハイブリッドであのすごいボカーンって交流みたいな体型してでかいの、あれも俺好きなんですけどね。金流、その昔ながらの化石金流みたいな感じのって、そのね、あんまでかくならないようなイメージあります。雑誌とかでいろいろ見てるからね。まあ、あんまアロワナのこと詳しくないんですけどね。アロ78っていう名前のくせにダトニオばっか買ってたしね、あんまアロワナのこと別に詳しくないんですけど、まあね、ちょっと楽しみながらやっていきたいなと。でもこのプロポーションいいっすね。ちょっと欲張ればね、ちょっともう胸びれね、ちょっとうまくなんか長く見えないんですけど、すごい長いんですよ胸びれ。
多分ね胸びれこれ以上長かったらちょっとなんかあちょっとなんかあの奇形かなみたいになっちゃうから、こんくらいがもうちょうど一番美しいかなと思って、あとはね後方三ひれがもうちょっとでかければ個人的にはもう最高だったかなと思います。プロポーションはねかなりいいですね、全体のそのバランスとと思ってます。ちょっとね最初ねなんかじゃあこういう感じのでって言って選んでもらって3体ぐらいあの動画見たんですけど、 その3体いろんなその違う感じでこうそれぞれの良さがあって、うわこれはこの子はこれがここが良くてこの子はこれが良くてっていろいろまあ悩んだ結局この子にしたんですけどね、まあって言ってもまあでかくなってどうなるかっすよね、まあ、ちょっと悩みましたねいろいろと本当に。というわけでアロアの話すると長くなっちゃうんだなと思いました自分で。で、こちらですね。あ、なんかちょっとフラフラしてる。大丈夫かな？なんか一匹ここ挟まってたんですよ。ここに挟まってて。大丈夫かな？はい、まあ、というわけでね、コリドラス可愛い。ちょっといろいろ増やす予定ですね。レータスもねやっぱいいですね。でもねやっぱりなんか個人的にはブリードでも別に何でもいいんですけど、やっぱりねワイルドって書いてあるとなんか自分買いたいんですよね。そのコリドラスその好きな人たちが、これ本当のコリドラスのマニアの方たちが、まあ、それはまあ人それぞれのタイプだって結局はね好みだって聞いたんですけど、でもワイルドとかの方が人気あるんですかね、どうなんだろう。個人的にはワイルドってなんか書いて売られてる方が買いたくなっちゃう。ここに1匹、ね、プレコタイガープレコ、ここには、ちっちゃいね、コリドラスいるんですけど、そう、思ったよりちっちゃくて、隔離ケースです。大きくなるかな？あとはそうですね、一匹ね、ちょっと今、映ってないな、うまく。ね、夏に買ったちっちゃい、この小指の爪サイズのね、プラスワンいたじゃないですか。あれが今1匹キャットめっちゃ食べるようになりましたね。多分もうでかくなるの早いと思います。あとねあの子と奥の子とこのシックスの子とミドルサイズのが1匹どっかにいるんだけど、まだですね、ちょっと早く餌つけたいですね。はい、そしてメイン水槽ですね。あ、ちなみに今日はね1月の17かな、17っすね。わー、もう月半ばっすね、もう半ば過ぎましたね。もう新年の気分ではないよね。そう。でね、あの子が一番やっちゃってるんですよ。あの檻の子がキッズエンス。でね、ちょっと最近すごい忙しかったんですよ。また仕事が結構忙しくて、もう頭痛くないのがパソコンずっとわーってやってて、うわーって、うわーって、チケとうわーってやってましたね。さ、頭抱えて。で今日ね、なんとまあちょっと餌とかやる雰囲気もまたもう一回撮影したかったんで、なんとかで昼間磨いて、まだちょっとまあ水切り切ってないんであれなんですけど、明日ちょっとまた撮影しようかなって。ワームね2キロ買いました。ワーム2キロ買いしました。はい、まあそれだけなんですけど、久々にちょっとワームドカンと与える動画撮りたいなと思って、明日もっと水切れたらねしっかり撮影したいなと思って。やっぱあれですね、水槽はしっかりきれいに磨くってことは、水はきれいにするということをね、やっぱちょっと2021年徹底したいですね。やっぱその濁ってたり藻がついてたりするとそれに慣れちゃって、それでもいいやみたいになっちゃうとよくよくないんで、しっかりとね磨いていきたいなと思います。あとはそう、さっきのアルワナの話なんですけどもね、あの子がね最近その冷凍の土壌とかようやくなんか食べるようになって、もうなんか全然あいつ食べないんですよ。昔から若い頃はもうすごい悩んで食べないことにグルメでめっちゃキクラ追いかけてる、やだなって、まあ、いろいろあったんですけど結局飼ってるんですけど、まあ、食べないなら食べないでいいやぐらいな感じで育ってきて、で最近ずっと、冷凍土壌とか、まあ、夏カニ食べて、カニ飽きて、すぐはカニに飽きて、最初狂ったように食ってたのにね、カニに飽きて、で冷凍土壌めっちゃ喜んで食べて、その次冷凍エビめっちゃ喜んで食べたんですけど、冷凍エビに飽き始めて、もう飽きちゃったんですよ今。
のでワームということでね、ちょっと次回動画でワームをたくさん食べさせるという動画を撮りたいと思います。あとはそうですね、キクラはワーム食べないのかな、どうも食べなそうですね。ダトニオが食べてくれたらいいなと思ってるんですけど、ワームね、フォーバーダトニオのミドルサイズ、まあ食べないのかな、どうだろう。でもまあミクホンダトニオとかにワーム食べる個体とか全然いるんで、まあどうなるかですね。まあというわけで、ちょっと長くなりました。1月中、新地、深夜の明るく雑談でね、ちょっとしばらくそれで押していこうかなって思ってます。編集する時間がちょっともうやっぱ撮れないかったんで、まあ今日もありがとうございました。まあちょっとね、動画の本数はしっかりと確保していきたいなと、活動維持目指して頑張ります。というわけで、アロマの話でした。ご視聴いただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。